はい、皆さんこんにちは。今回ですね、アスカのミッションで飛行機を追撃するミッションがありまして、まあ、それね、難易度が高いというか、まあ、ストレートにやるとちょっと難しいんですけども、まあ、ズルというかね、ちょっと回り込むと簡単にクリアできるので、その方法で今回はやっていきたいと思います。You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? というようにね、まあ飛行機を落とすだけなんですけども、ロケットランチャーで。で、右に今3分半って出てて、まあこの時間は着陸というかミッション終了までの時間を出してるんですけど、この時間はそんなに気にしなくて大丈夫です。むしろ結構余裕あるぐらいですね。回ってくるの遅いんで飛行機が。なんでまあとりあえずは全然のんびりでもいいんですけど、向かいます。やっぱね、あの GTA シリーズがこの3にあって立体化というか、まあ 3D 化してから面白いところって、やっぱそのミッション失敗してもそのやり方をこうしたらクリアできるんじゃないかみたいに、ちょっとこう自分なりのクリアの仕方みたいなの探すのがね、結構割と面白かったりしますよね。なんでこう他のやり方とかでもいいと思いますし、ただストレートにやると結構難しいミッションがね多いんですよね。その指示通りにやると。なのでまあこれもちょっとやっていきたいんですけども、まあここまで着くんです。着いたらロケットランチャーを拾います。で、まあ、ここまでは普通のやり方ですね。で、ボートに乗って、よいしょ、あっぶねあっぶねもう落ちたら即死なので、ツリーは。で、マーカー V のところまで行けっていう指示が出るんですね。で、多分このミッション的にはこのマーカー V のところで待って、飛行機がここに着陸してくるので、そこを撃ち落とすっていうあれなんですけども、なかなか飛行機のスピードが速くて、ロケットランチャーを当てるのが難しいっていう方もいると思うんですよ。まあ、運が実際下手くそなんで、難しかったんですけども、ここですね。なので、ここに来たらもうここまで乗っちゃって、こっちですね。あ、ちょっと外した。まあいいや。よし。で、ここに乗って、もう先回りしてしまうっていうことで。で、なんかそれをやっぱ、計算されてるのがあそこにいるんですよね、敵が。なんで、ここは簡単にもう、ちょっと処分します。よいしょ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 。ってやって。よし。で、もうここで待つってことですね。で、これ1分っていうのはここに着陸までの時間なので、あれじゃないです。あの大型ジャンボじゃなくて小型のが飛んでるんですけど、マップ上でいう黄色い点ですね。なので今、こっち側の方あたりを旋回してます。それを撃ち落とすミッションです。ちょっとあそこに敵が当たるのかな、これ。マニュアルで。スナイパーライフルで首飛ばそうか。お、首が飛んだ。あーもう来る。やばい。ちょっと調子乗りすぎた。ここにいると来るので。いい。構えて待ってます。あー来た来た来た。来ましたね。ここにいればもう確実に当てられるので簡単だと思います。ここでこう構えて、もう正面から。もうこれなら確実。おお、思った以上にちょっと突っ込んできた。おー。やっぱね、HD っていうかまあ、映像がね、リアルになったので。よし、これ本当あれだったのか。ここで敵が、あれ？なになに？あれ、ポリスメン？あれ、ちゃんとこう、6。ポリスメンじゃないか。なんか、反応が悪いな、この拾う。スパンコ、あれ、ポリスメンなわけこれ。やべ。よし。おー。やばい、やばい、星。やばくないこれ。5で星。
これから逃げ切るってなかなか落とさない方が良かったな。で、グラフィックはね、やっぱ綺麗になったんで、バックエンダとかね、こういう海、やっぱ表現がね、良くなりましたよね、すごい。わかりやすいかなって。うおーい！お？なんだ今の？ラッキー。おい！あっぷね。これが一番緊張するっていう。落ちたら全部がパーになってしまう。よし、これで届けたら終わりか。いや、なんとかクリアできそうでよかったっすけど、なんか意外と危なかったっすね。一発で沈むのかと思ったら二発必要でしたね、ロケットランチャー。あ、やばい。あれはちょっとポリス面かもしれないですね。車の時の星3、4だとめちゃくちゃ過激なんですけど、意外とちょっと海の海上だとそんなに激しくないですね、警察。あー、でもこうやって見るとやっぱ海きれいになりましたよね。おーい、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ警察。おお、撃ってきた撃ってきた。問題はこのついてからだな、これやばいな。大丈夫か、いけるかこれ。もうヒットポイントが28しかないっていう。ちょっと待ったこれさ、よしよし、着いた。オッケー、いけいけ、ダッシュダッシュ。やばいやばい、これ撃たれたらおしまいだな。ちょっと待った、走れ。やばい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 、うお、ちょっとやばいやばい、これね。いや、消防車あるじゃん。よっしゃ、消防車さえ乗ってしまえばこっちのもんだ。よし、来た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 、オッケー、間に合った。 FBI 来たよ、 FBI。 うお、すげえ、FBI はやばい。このゲーム M16 の破壊力がすごすぎて、おお、まあね、消防車が無敵なんですよ。もうある程度吹き飛ばせるんで、体当たりで。よし、これ着いたらもうゴールだ。やった。いや、まだ着いてないけど、ちょっとあともうちょっとなんだ。つかさせてくれ。よしよし、ここで、おお、よし、来た。うお、ヒットポイント2、やった。おお、クリアした。おお、危ねえ。え？一応これはクリアだよね。ああ、よかった。もうヒットポイント2しかない。いや、今回はね、とりあえずちょっとクリアできましたけど。いやー、よかったっす。おお、なんだなんだ。消防車様々で。いやーよかった。まぁ、ちょっとでもね、こう、攻略の、多分全く参考にならないと思いますけど、参考になればいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。